東京っていうのは別に今に始まったあの災害と付き合うのが始まったわけではなくて、長い歴史の中でまさにまあ人類の英知というか、自然とともに、自然にあがなうではなくて自然とともに一緒に共生をしていく、まあ、これがあの都市の在り方だと思っていますので、これから我々も街づくりをする、もしくは東京という街が目指すときには、災害に対して、いかに、まあ、我々の街づくりは実際そうなんですけども、あの逃げる街ではなくて逃げ込める街、まあ、こういったことをいろんなこの都市の中でしっかり構築していくということが大事なんじゃないでしょうか。